いは。おかえり。そんなに動いて大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。どうしたの？ん？なんか問題？終わったんでしょ？うん、あと一件だけ。学校来てない子がいてさ。うん、親は？うん、連絡取れないの？うん、先生も大変ですね。はい。なあ、うちの大学にさ、川又って子いたろ。川又、川又かや子。うん、あの子ってさ、なんか気持ち悪い子だったよね。何急に？うん、いや別に。変なの。そんなに食べて大丈夫なんですか？大丈夫です。ごめんください、ごめんください。俊雄君、なんだ、いたのか。先生、どうしたのこんなところで。先生、今日はね、君が全然学校に来ないから心配になって顔見に来たんだよ。
敏夫君、お母さんはお家にいないの？敏夫君、ごめんください、ごめんください、お邪魔します。敏夫君、敏夫君、敏夫君、どうした、大丈夫？どうしたの、大丈夫？ちょっといい？熱はないな。あ、そうだ。敏夫君、ほらこの間描いた絵あったでしょ。だよね、他の先生もね、みんな褒めてたよ。お母さんは買い物かな？一緒。え、一緒？お父さんと一緒に出かけたの？うん。そうか。お風呂場で何してたのかな？うん、うん、はいはいはい、うん、ちょっと遅くなるかな。うん、うん、そうだね、親がまだ帰ってきてないんだよ。うん、子供寝ちゃってる。うん、はい、うん、え、誰か来た？はい、うん、とりあえずまた後で連絡入れる。はい、
としおくん、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 開けるよ。としおくん、としおくんさ、さっき誰かとおしゃべりしてなかった？お母さんたち遅いね。小林くん、
今日小林くんと目が合った。心臓が張り裂けそうなほどドキドキして、私の頭の中には魚が泳ぎ回り、小林くんが今日もまたいつもの次第屋で漫画を立ち読みしていた。小林くんは今日学校に来なかった。小林くんがよく立ち寄る店で、でも明日の小林くんはきっと元気になって、あの女いつものように私の小林くんに慣れ慣れしくつきまとっていて、小林くんってお酒が弱いのに いつも無理して飲みすぎちゃうから、小林くんが道端で吐いちゃって、見ていられない時があって、だけど私はあの女と違うから、私が小林くんの下宿先を知っていることがバレない。小林くんの部屋にはきっと私の想像する小林くんの気に入っている、酔いつぶれた小林くんを彼のアパートまで送ることになり、小林くんのアパートにはタクシーに二人で乗って、もう何度も行っていたから、お酒を飲みすぎた小林くんは寝ちゃっている小林くん、苦しそうな小林くんの服を、どこにいちゃいけない。先生ですね。佐伯ですよ。佐伯武雄、加代子の夫です。もう加代子には会いましたか。今日から俊也の面倒はよろしくお願いします。何を言ってるんだ。今まで私が先生の代わりに育ててきたんだ。そろそろ交代です。代わり交代って、そうだ先生、赤ちゃん生まれましたよ。生まれた？これ女の子ですね。わかった。
小林くん。